高校で、じゃあ始めます。お互いにレイおしゃ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 。皆さんこんにちは、野球 YouTuber の向こうです。昨日配信しました向こう図紅白戦の前半戦、 A チームが先行、キャプテンはゆっこちゃん、そしてかいくん、 B チームはキャプテンがセイラちゃん、向こうが務めております。さあ、そんなゆっこかいチームの打線が初回から爆発し、さらには2回の表に向こう図紅白戦2回目の参加のモッキーさんが人生初のね、柵越えホームランを放ち、両チームからスタンディングオベーション。さらにゆっこ海チームの攻撃は続きます。しかし B チームキャプテンセイラが ライト前にタイムリーヒットを放ち、4回裏を終えて A チームが5得点、そして B チームが3得点、海雄対ゆっこチームが2点リードとなっております。そして後半戦は5回の表からセンターカメラに映り込むガマガエル。さあ守りますセイラ向こうチームの守備、先発のポニー君、そして2番手のベイちゃんから後を受け継いだのは一宮さん。ワンアウトから7番昴生君へデッドボールを当て乱闘かと思われましたが、ここは平和的解決。さあその後ジュリちゃんにフォアボールを与え、ワンアウトランナー1・3塁のピンチでセイラちゃん向こうチームの守備に注目。サードの初参加の翼さん、そしてセカンドのセイラちゃんから初参加のファースト平沢さんにつないでゲッツーが完成。そしてこのパリーグ TV でまとめるほどではないほどのまとめみたいなシーンを使いつつ、回は5回の裏、ゆっこ海チームのマウンドには超大型南東派投手昴生君。初参加の平沢さんがこの日2本目の安打を放ち、ワンアウトからチャンスメイク。そして与助さんの友人翼さんの打球は6-4-3とジュリちゃんが警戒の動きを見せるも、ここは併殺クルズレ。さあ2アウトから南東派投手昴生君の全力ストレートをきっちりフォアボール選び、ノリ君が出塁。2アウトランナー1・3塁でバッターは884林君の時に、セイラ向こうチーム軌道破壊を仕掛けるも、三塁ランナーが誘い出されてしまい、ここはタッチアウト。さあ回は6回、ゆっこ海チームの攻撃は無得点に終わり、6回の裏セイラ向こうチームの攻撃、先ほどホームランを放った森さんがまさかの3連続フォアボールを与え、ここで A チームの救世主海雄太がマウンドへ。その12番バッターベイちゃんへの2球目でした。トリプルアングルで5-3からまさかまさかの試合をひっくり返すこの満塁ホームラン、そして相手バッテリーの顔に注目そして海雄太が突然の引退宣言でマウンドを後にします。さあセイラ向こうチームが7-5、2点リードとした。回は7回の表、ノーアウトランナー2塁からまさかの先ほどホームランを打たれた海雄太が、向こう図の伝説の守護神草野球プレーヤー元から同点のホームランを放ちます。お互いの意地と意地がぶつかり合うバチバチの紅白戦。さらに2アウトから海雄太に刺激を受けたか、磯部君までもがソロホームランを放ち、セイラ向こうチームすぐさま逆転を許してしまう苦しい展開に。さあ回は8回の表、 B チームのマウンドには中学3年生のゆう君、そして受けるキャッチャーは中学2年生のゆうと君。さらにショートには31歳独身男性のゆうやが入っております。さあ中学生バッテリー8-7、1点ビハインドでここは無失点の抑えたいところ、
フォアボールで出した先頭ランナーをキャッチャー中学2年生の優斗くんが盗塁を阻止。新茶草スライディングができずにタッチアウト。さあワンアウトとなり、ここはフォアボールを与えてしまいワンアウトから出塁。そして打席には向こうの幼馴染藤井が入り、ランナーの勝木君が仕掛けます。ここは中学2年生優斗君またしても強肩を披露するも惜しくもセーフ。そして藤井のこの打球がショート向こうの横を抜けていく。ワンアウトランナー一三塁のピンチを迎え、残り打席には超大型南東派投手高生君を迎えます。さあこのピンチ踏ん張れることができるか。フルカウントからの6球目、アウトコースのストレートを空振り三振を奪い、ツーアウトランナー二三塁。ここで打席には向こうの妹怪物ジュリちゃん。この絶体絶命の大ピンチを中学生バッテリーが無失点で切り抜けます。そして回は8回の裏、8対7ゆっこ海チーム1点リードのままセーラ向こうチームの攻撃。ここでマウンドには埼玉栄出身最近よく参加している玉木ちゃんがマウンドへ。このセカンドゴロをジュリちゃんが華麗にさばいてワンアウト。しかしこの日2安打を放っている平沢さん。ここで試合を振り出しに戻すレフトスタンドへのホームランで8対8の同点だ。このバッティング初参加で猛打賞1ホーマー恐るべし。さあ続くバッター、よすけさんの友人、初参加の翼さんが、相手チームの意表をつくセーフティーバントで出塁。そしてボールボーイは一宮さんの息子、ゆうすいくん。その前でツイッター連合軍ののりくんがヒットを放ち、ワンアウトランナー一塁と玉木ちゃんを攻め立てます。続くバッター、884林くんのこの打球がショート高生君のミスを誘い、二塁ランナーが生還。そして一塁ランナーののりくんまで、この素晴らしいメジャーリーガーのような高走塁で、なんとセーラ向こうチームが2点を勝ち越します。しかしピッチャーの玉木ちゃん、埼玉栄女子硬式野球部で鍛えた意地を見せます。思いっきり腕を振る。そしてキャッチャーのモッチーがフレーミング。さらにはこのスライダー。野球女子玉木ちゃん3点を失うも後続を抑え3アウトをチェンジ。そして回は最終回へ。その前に、はい、ここのちゃん、ここのちゃんこんにちは。今から打たせてくれるからね、思いっきりフルスイングして OK、 ヒット目指そう。どうだ、あと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 、はい、ゴー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 、せーのせーの、はいはい、一緒行こう、はい一緒行こう、はい走って走って走って、 OK、 よしよしよし、はい OK、 OK、 ナイス、イエイ、お姉ちゃんありがとうって、お姉ちゃんありがとうって、頑張れ、そうそう、ゴーゴーゴー、はい、おい、はい、ガッツポーズガッツポーズ。このように向こうズメンバー一同は野球にね興味を持ってくれる少年少女たちを増やしていきたいと思っております。そして回は最終回、向こうセーラチーム2点リードで最終回のマウンドにセーラちゃんが上がります。じっくりとその投球見ていきましょう。バッティングもピッチングもオープンスタンスなセーラちゃん。先頭バッター中学2年生優斗くんがセンターフライをキャッチしワンアウト。さあここで野球女子対決が実現。ピッチャーセイラちゃん、バッターゆっこちゃん、なかなか見られない対決だと思います。
そして勝負の4球目。ゆっこちゃんアウトコースうまく拾うもレフトフライでツーアウト。このマウンドで落ち着きよう、せいらちゃん今後ピッチャーあるぞ。さあツーアウトとなり、これがラストバッターになるのか。レフトへの大飛球の行方は、というわけで向こうず久しぶりの紅白戦は白熱した乱打戦となりました。またね、新規参加者の方々と交流を深めてね、一緒に野球を楽しみたいと思ってますので、向こうずのねツイッターアカウントから告知をしますので、ぜひねフォローしてください。ありがとうございました。